自衛隊が発足して3年、昭和32年自衛隊記念日の行事は、まず9月26日、陸と海の音楽隊の東京都内行進から始まりました。皇宮警察、消防庁、警視庁の各音楽隊の応援を得て、新橋、上野、浅草、新宿、渋谷など、都内目抜きの通りを行進しました。9月28日には青山の日本青年会館で記念の集いが開かれました。陸海の音楽隊の演奏や東宝スター高知桃子さん、ダークダックスなど有名芸能人の出演があって、賑やかで楽しいひとときを過ごしました。9月30日には防衛庁大講堂で自衛隊員の殉職者301名の合同慰霊祭が行われました。大臣、対馬防衛庁長官、その他多数の名士は全国から集まった遺族と共に公務のため倒れた故人の面影を偲ぶのでした。10月1日、明治神宮外苑絵画館前で、午前11時から約1時間、内外多数の観衆の見守るうちに、盛大な記念式典が行われました。この日、式典に参加した部隊の人員は約4200名、車両は約150両、航空機は約100機で、観閲官、岸総理大臣の観閲を受けたのであります。国旗掲揚の後、観閲官は場内に整列した部隊を巡閲しました。たいのである。
隊はいよいよこれから関越行進に移ります。陸上自衛隊中央音楽隊、関越指揮官中野陸将、防衛大学校学生、通過部隊、自衛隊、自衛隊生徒、いわゆる少年自衛隊員であります。空挺部隊、次いで海上自衛隊東京音楽隊、自衛艦機と海上自衛隊員、航空自衛隊員、再び陸上自衛隊に移って婦人自衛官、施設部隊、国家部隊、空中から参加した航空機、特殊部隊、終わりに中央音楽隊によって見事なドリルが繰り広げられました。記念式典が終わってから外苑では陸上自衛隊のいろいろな装備品が公開されました。防衛庁ではこの日自衛隊員の募集に功績のあった地方公共団体の職員に対し対馬防衛庁長官が表彰式を行いました。
午後から行われた市街行進で、舞台は明治神宮外苑を後に防衛庁前、新橋、昭和通り、神田、池袋を通って練馬に向かい行進しました。羽田空港では航空自衛隊のジェット機などを公開し、また都民による体験飛行を行いました。さらに海上自衛隊は東京港で艦艇を公開、都民を乗せて東京港内を巡航しました。10月2日は戦後初めての観艦式が東京港の羽田沖合で行われました。栄誉礼を受ける観閲艦岸総理大臣、そして多数の来賓都民を乗せて羽田沖合に向かいました。この日、岸総理大臣の乗った警備艦雪風です。
参加した海上自衛隊艦艇は約30隻、航空機約50機で正々と観閲を受けました。4時半には艦艦式を終わり、帰途に着きました。10月3日、海上自衛隊の艦艇4隻は引き続き東京都の港祭りに参加しました。都民でにぎわう船の上、一日艦長の折井重子さんと小鳩くるみちゃん、こうして1週間にわたる自衛隊記念日の多彩な行事は終わりを告げたのであります。